どうも西田渡です。本日なんですけども、カメラ用のパソコンは何がいいのかっていうところでお話しようかなと思っております。まず前提として、今の世の中ウェブで完結する、例えばインスタグラムやツイッターなど、ウェブ媒体で完結するのであれば、人によってはね、もう携帯、スマホですよね、スマホもしくは iPad などでね済ますっていう理論もなくはないです。ですが、今日、皆様に解説する、写真用パソコンっていうのはですね、まあ例えばですけれども、写真を撮っております。でその上でね、アウトプットをこれですよね、形にしていく作業、まあ僕の場合写真集という形でね、まあ、しかも正版での印刷ですから、ちょっと次元がねなかなか高いところにはあったりはするんですけれども、まあそれだけでなく普通にインクジェットでの、ね、製本とかありますよね、キヤノンのものとかね、何だったっけな、どう忘れちゃったとか、あとあっちですよ、作品のプリントっていうところね、僕はエプソンの PX5V2 っていうのを使ってて、今だとエプソンだと PX1V か、まあこういった中でプリントまで含めたりしていく中での作業っていうところになりますと、やはりね iPad でも悪くはないんですが、やはりきっちりとねデータのセレクトだったり、まあ展開ですよね、がっちり動画や、まあ、写真など取り組もうとすると、まあ僕もそうなんですけど、二重でバックアップ取ったりとか、ハードディスクもね、今だと16テラとかの 3.51 のハードディスクに最終バックアップ取って、でメインの方は SSD だったり、今のトレンドとしてはパソコンの中にあるね内蔵の SSD を大きくするっていう方法もあったりというところで、この辺はね後ほど、お話していこうかなと思っておりますので、そういったことも含めてね、複合的に最大公約数高めでね写真に取り組んでいくっていう風になりますと、未だにまだ、まあ、何年後まではとかっていうところではちょっと具体的に年数は言えないんですが、こういったラプトップの PC の方が、普通のねタワー型の PC とかの方がモニターもねちゃんとあってっていうのが結果いいのかなと。以前ねモニターについて、写真を見るためのモニターについてお話したので、そちらも合わせてねご覧いただけたらと思います。僕の動画のところからねいくつかたどるとあるはずなので、そちらをご覧いただけたらと思うんですが、結論なんですけれども、今現状買うべきものっていうのはこちらですね、MacBook Pro、 まあ今だと M2 MacBook Pro ですね。なので何かこうリファービッシュ品とか再整備品とかで M1の MAX、 とにかく MAX がおすすめです。チップセットはね、僕はこれ M2 MAX の MacBook Pro 14インチを購入したんですが、全部盛りです。 Mac をなぜ買うかっていうと、カラーシンク、中に入っているカラーシンクっていう MacOS 自体で色の情報を司る。例えば、この色、まあ人によって色の判断は分かりますよね。まあオレンジだよねとか、まあもうちょっと朱色っぽくないかとか、いろんな要素があると思うんですけど、じゃあこのオレンジって言った時に、アートディレクター、デザイナーですよね、印刷所とかっていう風に、いろいろと写真集などを作る上では、いろんな方とコミュニケーションしていかなきゃいけないと。そこの共通言語、これがオレンジだっていう共通言語をですね、Windows よりも Mac の方が OS の中に入っているカラーシンク、OS 自体が、今のオレンジを司るので、アートディレクター、デザイナーね、で、印刷所のオペレーター、印刷の最終的なアウトプットするオペレーターさん、CMYK 変換するとか、そういった方とみんな Mac を持ってると、この色がオレンジだよねっていうところは、あくまでも Mac が策定したカラーシンクのオレンジの色情報で入っていくので、やはり一つ軸があると大きいんですよ。 Windows 機使うとその辺の軸っていう部分に関してはちょっとあやふや、怪しくなってくる。一人で、作業してこの色で OK っていうところで、ウェブ媒体でアウトプットしていく分には正直ね Mac でも、Windows でもいいと思います。ですが何度も言います通り、どんどん写真をやっていく、そして発信していくっていう風になりますと、ウェブ媒体だけでなく最終的には形作らなきゃいけないわけですよね。そういった時にはやはりチームプレイになってきますので、そういった時に色の情報をちゃんと言語化できているって言いますかね、 OS がちゃんと色、これはこのオレンジは、このオレンジであるっていうところにちゃんと司る OS で決め事がきっちりある Mac の方が、 MacOS の方がやはり良いっていうね、こういった結論になるかなと思ってます。なので Mac 一択、写真とか色にこだわるのであれば Mac 一択っていう風に考えておいていいかなと思ってます。その中で今ですと M2 の MAX、 とにかく一番パワーのあるマシンを選んでください。なので14インチの M2 MAX、 もしくは16インチの M2 MAX になってますので、今はそんなに、僕はこれ M1 MAX の16インチを使っていて、今小型化するために出張などが増えてきそうなので、小型化するために M2 の14インチに切り替えましたが、
その中でもね、今性能がそんなに変わらないので16インチ、昔は16インチの方がパワーがあったとかってなったんですけども、今ちょっとチップセット変わった関係で、これ 96W、 16インチは 140W かな、そこの電源に関わらずマシンのねスペックは結構キープできるっていうところでね、ちょっとファンはこれは回ったりしますけども、今のところ使ってて、YouTube 制作、写真集制作、写真のセレクト、なんだ問題はないかなと思っているので、こちら僕は14インチをおすすめします。もちろん作業環境自体では小さいと思うかもしれませんが、僕はこれをラプトップを置いてクラムシェル、これ閉じた形にしてアップのスタジオディスプレイに出してるっていう。なので27インチでこれを、メインの機関として作業してる。で出張行く時はこれだけを持ち出して開けて作業するっていう、こういった流れになりますね。まあ画面の小ささはそこまで気になったりはしてません。で次に大事なのはですね、もちろんメモリーは Mac に関しては、もう MAX まで積んじゃうっていうのが基本ですね。なんで僕これ今は96GB まで積んでるのかな、確かこれ96まで積めるようになったんですよ、 M2 になってから 96GB まで積んでいて、何よりも大事なのは中に入れる、先ほど冒頭申し上げました SSD、 最近はですね、まあ特になんですけれども、Lightroom でもキャプチャー1でもそうですが、写真のセレクトするアプリ、ローゲンズアプリはですね、カタログ、要はどういった色情報、色の変更をしたかっていうカタログがあるんですけども、それが、枚数が増えていけばいくほど、もうどん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 大きくなっていくんですよね。もちろんそのカタログを外付けの SSD にカタログ自体も逃がしておくっていう方法もなくはないんですけれども、やはりなんですが、内蔵の SSD に、内蔵のものにね、保管しておこうがもう間違いない。例えばですが出張行きました、あ SSD 忘れてしまったってなったら、カタログがないので作業ができなくなっちゃうんですよね。それを考えるとやっぱ内蔵に入れておこうがいいっていう。そうなると今だいたいですね、どれぐらいかな、僕のキャプチャー1の、カタログだけでもね、だいたい 700GB、 1 テラ弱ぐらい、カタログが占めているんですよ。やっぱりね、何十万枚、何百万枚っていう風に、何百万、100万枚ぐらいかな、ぐらいの写真データになってきますと、カタログが膨大な量になるんですよね。それぞれの色情報、どういう風なパラメータを当てたかっていうのを保存するために。なんでそこが一番写真をやる上では、パソコンの一番内蔵のねハードディスク SSD に効いてくるんですよ。ダメージがっていうか容量が増えてくる。他のシステムよりも、写真家カメラマンにとってみればね、カタログ情報がでかいと。そういった意味でもあって、中のね SSD はとにかくでかくしておこうがいいっていう、これが最近の僕の中でのルールかなっていう感じになってます。で内蔵の SSD っていうのが結果的には一番早いんですよね。外付けの SSD なんかでもね、直接回路と結合してますから、そういった意味も含めてカタログの情報が早いと、結局場合によってはね、写真の読み出しの速度も上がってきますし、結果的にはまあ外付けのね SSD に写真のデータは逃がさざるは負えないんですけども、なぜかと言いますと、内蔵の SSD だけに入れておくと、要は8テラぐらい、僕は8テラ積んでるんですけども、内蔵の SSD 8テラって一瞬で埋まっちゃうんですよね。なので時期に応じて、僕の場合はこういう風にね、まあ、ちょっとこれねテプラとかでちゃんとやった方がいいんですけど、今はこれナンバー4っていう風になって、2023年の3月からみたいな感じにして、だいたい2テラで1年弱、半年強ぐらい使い切るという感じなんですけど、これでもう何枚も何枚もこういった形で、こういった感じでね、何枚も何枚も所有して、こっちは2021年からとかナンバー2とかっていう風になってるんですけど、こういった形で保存しておく。でもう一個の方に16テラがあるので、16テラの方にドンと入れちゃうっていう、そういったダブルバックアップで大体、仕事しているっていう感じですね。 NAS を組むっていう方法もあるんですけども、今までもね何台か運用してきたんですけども、やはり、これだけのね大容量データを取り扱いますので、高速でね取り出したり、そこで作業するってなると NAS の速度って常にデータの容量とそういった作業環境に追いつかないので、そこから取り出すのは結構現実的じゃないんですよね。本当の究極バックアップっていう意味ではいいかもしれませんが、だったらですね、もう物理的なバックアップ、ダブルバックアップ、トリプルバックアップ取る方が、僕はこの20年間ぐらいのねデータの取り扱いでの結論としてはそこに至ったかなっていう感じです。なんでまずはですね、パソコン買うんだったら Mac を買う、そして今だと M2MAX の CPU ですね、それが積まれた MacBook Pro を買うってことを覚えておいてください。でそこから外付けのモニターに出して、そこでこれは閉じるなり、開けて、まあそのデュアルモニターみたいな感じにして作業してもいいですし、あとはこれをそのまま外に持ち出せば、自宅での作業空間、そして外でも全く同じ環境で入っているものも、デスクトップ周りも全く全部物理的に一緒っていうのはですね、これは非常に有用性が高い運用になってまして、僕自身も今までは外に出す持っていくときは MacBook Air にして、
ここで作業するとき iMac とかっていう風に分かれていて、やっぱりちょっと微妙に作業環境が違ったりして同期取るのが大変だったんですよね。もちろんリモートデスクトップとかつってね、そういった仮想空間上でやり取りすることもできるはできたかもしれないんですけれども、やっぱりねこの物理的なものを、もちろんこれが壊れたとかって言ったら問題ですけども、まあもちろんこれはこれであのバックアップは取ってますし、システム自体はね、なのでそこは問題ないとして、純粋にこれだけで全部同期取れてるっていうのは非常にもう本当に作業効率上がりましたから、皆様にもねぜひ、まあ一番色のバランス、みんなとの共有しやすさ、色をまずは色が一番、他の方々とね共有しやすいっていう意味、制作する上でね、写真集とかもそういった中ではもう僕の中ではカラーシンクがあるっていうところで Mac 一択かなと。まあなぜカメラマン、デザイナーみんな Mac を使っているかっていうところはそういったところでございます。例えばソニーのムービー機で、みんなでチームで撮影します。その中に1台だけパナソニックやキャノンが入っていたら色味がおかしくなってずれちゃいますよね。なんでみんなソニーを使って、せーので撮影すると、そしてその素材を集めて一つの作品に仕上げていくっていうのと一緒で、みんな Mac を使うことによって、同じ写真データをちゃんときっちり MacOS カラーシンク内で共有し、そしてみんな共有した色のデータをもとに写真集を作っていくと、こういったようなねフローになりますから、iPad いやスマホでももちろん写真は今の時代ね、アウトプット SNS などには、出すことは可能ですけれども、 MacOS で見た色の情報だったりとか管理っていうところでみんなとより、プロフェッショナルの世界ではね共有しやすいっていうところで、ぜひともパソコンを、カメラ用のパソコンお悩みの方はね、今日の動画を参考に、あ、M1MAX の MacBook Pro 買えばいいんだなぐらいに、一択だなぐらいで考えておいていただけたら間違いないかなと思っております。参考になれば幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。